サバ、ゲンタックスです。今回も激坂に挑戦したいと思います。今向かってて、もうすぐ着くんですけど、なんか具体的な場所がちょっといまいちなんですよね。やべ、間違えた。一個向こうか。ここっすね。なんか情報によるとチャド 27% ぐらいだって言うんで楽しみっすね。トゥットゥル、あ、これだ。ゲンタックス着きました。これですね。 27% って書いてあります。行きましょう。なんかこっちももう一つすぐ横にあるんですけど、これもなかなかきついっていう話で有名なんで行きます。さっきのところに繋がるんですね。今度は登りたいと思います。ゲンタックス結構激坂でしたね。自転車乗ってる人とか来たら面白いかもしれないですね。ただ民家なんであんまり大きな音だったりしないように気をつけましょう。そしたら今回は坂道だけじゃなくてですね、ちょうどお昼時なんでタイトルにもある通り卵サンドを買いに行こうかなと思います。厚木にあるんですよ、有名な卵サンド専門店が。専門店っていうか、自販機みたいな感じなんですけど、
自販機っていうか冷蔵庫って感じ、なんか募金箱と冷蔵庫みたいなのが置いたんですよ。何言ってるのか分かんないと思うんで、とりあえず向かいます。いや、それにしても今日いい天気ですね。ここを左に曲がります。412号ですね。卵サンド専門店なんですけど、なんか最近テレビとかブログとかで結構紹介されてて、昔そんなに人いなかったんですけど、結構なんか東京からとかいろんなところから人が来るみたいで、補充のタイミングとかで結構売り切れちゃうんですよね。だから今この時間に行ってあるかどうかちょっとわかんないんですけど、味は美味しいです。ただめちゃくちゃボリューミーなんで、まあ、ツーリングがてら寄ったり、それなりにアクセスしやすい人は一回行ってみるといいかもしれません。沖縄そばいいですね。沖縄そばね、たまにめちゃくちゃ食べたくなるんですよ。目印はこの道沿いのなんか黄色い四角いやつ、これを右に曲がっていきます。ここから先民家なんで、ちょっと徐行で。着いた。ゲンタックス。はい、卵サンド研究所山本屋へやってまいりました。お分かりいただけただろうか。先ほど話した通り、冷蔵庫と募金箱のようなものが置いてあるんですよ。これで自販機っていうんだから、すごいですよね。さつまいもフルーツサンド。お目当てのものが見つかりませんね。
この動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。今回の坂もなかなか斜度がきつかったですね。しかもほぼ隣り合わせで2つもあるなんて、ほんとびっくりですよ。あと卵サンドもとても美味しくて、この動画撮影の時は結構空いてましたけど、朝とか行くと6時前なのにサンドイッチの補充のタイミングで人が並んでるほど人気なんですよね。まあ一応今は緊急事態宣言も明けてるんで、興味ある方はぜひ行ってみてください。さて今回の動画はここまで。また別の動画でお会いしましょう。オーバー。ご視聴ありがとうございました。